皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。現在は走らせているのが半年前ぐらいにですかね、僕のチャンネルで紹介したアマゾンで買った激安ラジコンですね。買った当時は確か6999円ぐらいで買ったんじゃないかと思います。はい。で、まあ、こちらを買った時にですね、実は僕の友達も同じような激安ラジコンを買っていて、まあそのラジコン一緒に走りたいねなんていうふうに走らせていたんですけれども、で、まあ、どうせ走らせるなら、まあサーキット的なところがいいので秋ヶ瀬公園とかにでも行って、まあ、走りたいねなんていう話してたんですけども、まあ、なかなか秋ヶ瀬公園がですね、台風の影響で水没してしまったりとか、あとは外出自粛の影響などもあったりして、なかなかこう走る機会がないまま今日までいたんですけども、まあさすがにやっぱなかなか一緒に走りやすい機会もないので、だったらじゃあ僕のマシンちょっと貸してあげますよということで、マシンをお借りしましたので、今日はそちらのマシンの方をご紹介したいと思います。はい、こちらがですね、友達が購入したミニバギーになります。メーカーの方が、僕の買った方のメーカーは HBX というメーカーのものでしたけれども、こちらは、WL トイズというメーカーのラジコンになります。18分の1のラジコンで、型の名前が A797 という型になります。この A979 ですね、ごめんなさい、 A979 という型番になります。この A の9なんとかっていう、型の他にはですね、もっと小さい、ミニッツサイズぐらいの、ラジコンだったりとか、まあ、ミニッツバギーみたいなラジコンだったりとかも、一応ラインナップがあって、そちらの方はハイテックさんの方が、まあ、OEM みたいな形で発売していた時期もありました。はい、最近スーパーラジコンの方でもなんかそこの、バギータイプのものが結構安く売ってたのも見たことがあります。3980円ぐらいでしたかね。はい、まあ、そのシリーズなんですけども、まあ、こちらの方を買って、なんか話を聞いていると、まあ、こちらの方の、オプションパーツとかがいろいろあって、こうなんかアダプターをつけるとなんか540モーター、10分の1とかに使っているような540モーターとかがつくんですよとかっていう話を聞いていて、そんな大きいモーターつくスペースなんかあったかなとかってすごく不思議に思っていたんですけれども、こちらの、ラジコン今回貸していただいて、その謎が分かりました。こちらですね、比べてみると、こちらが僕のなんですけども、分かりますかね、全然実は大きさが違うんですよ。タイヤの大きさなんかを比べていただくと、まあ、はっきり分かるんじゃないかと思うんですけども、同じ18分の1という、まあ、歌い文句にはなっているんですけども、まあ、どう考えても18分の1と16分の1ぐらい大きさ違うんじゃないかなというふうに僕は思いました。で、まあ、メカはこちらこんなような感じになっています。よいしょ。はい、で、僕の方はオイルダンパーだけ交換した、ほぼフルドノーマルの状態なんですけれども、こちらお借りしたマシンの方は、オプションパーツが、少しついていて、まあ、一番違いとしてはこれ、ここの部分ですね、見ていただくと分かると思うんですけれども、ブラシレスモーターがついています。はい、で、こちらのブラシレスモーターをつけるにあたって、もうマシンをもう全部、メカですね、メカ関係を一新して、プロポの方がこちらのノーブルで操作できるように、もうサーボも受信機もアンプもモーターも全部交換したものになっています。はい、で、まあ、でその話を聞いていて、僕もノーブルのメカとかを積んでブラシレスモーターなんかも積みたいなと思ってたんですけども、結構ですね、僕の持ってる方のマシンは結構スペースが狭いので、ちょっと、詰めるのかなっていうのが今後の課題になってるんですけども、まあ、こちらの方のメカ、やっぱりノーブルで僕も操作したいので、まあ、将来的にはノーブルにしていきたいかなというふうに思っています。はい、というわけで今回はですね、こちらの方のマシンですね、はい、ブラシレスモーターがついたこちらのマシン、なんか噂に聞くと相当速いということですので、こちらの方をですね、ちょっと走らせてみたいと思います。
はい、それではこちら走らせていきたいと思います。まあ、本来であればこちらの方もノーマルのモーターの、仕様を走らせて、先ほどの僕が買った方のマシンとの違いとか比べたいところだったんですけども、こちらの方はブラシレスモーターがついていますので、先ほど、オープニングで流れていた、僕のマシンの方ですね、あちらの速さの方をちょっと思い返していただいて、それを前提でちょっとこちらの方を見てください。それでは軽くまず走っていきます。はい、これかなり軽く走ってます。かなり軽く走ってますけど、かなり軽いですけど、先ほどよりもなんかやっぱパワー感が全然ありますね。わかるでしょうか。正直これぐらいのパワー感でも十分楽しいんじゃないかなというふうに思います。はい、これ結構早いですけども、これちょっとびっくりするかもしれませんけれども、まだある意味でステアリングトルが触る程度にしかまだ握っていません。だんだんここから速くしていきたいと思います。いきますよ、ここからいきます。おっと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 、速いですね。これで握り方としてはやっと半分ぐらいです。やっぱりタイヤのグリップがちょっと低いのと、サスアームがちょっと硬いんですよね。これサスアームっていうか、オイルダンパーがオプションのものついてるんですけども、なんかちょっとバネが硬すぎるようで、ちょっと、なんかサス、なんだろう、こうまっすぐ安定して走るの厳しい感じになっています。はい、ではですね、いよいよフルスロットルを握っていきたいと思います。このなんだろうな、固定カメラで撮ってるだけなんで、どこまでちょっと伝わるかわからないんですけども、ここの後ですね、フルスロットル、この後じゃあ入れていきます。いきますよ。これ今、これフルスロットルです。これどうでしょう、伝わるかな。この速さで、このタイヤグリップでちゃんと前走れているのが正直びっくりなぐらい速いです。なんかただこう速いというよりは、本当に中間ぐらいからのトルク感がものすごくて、なんかまっすぐ走ってるだけでも結構おーっとウイリーしました。もう本当に速すぎて今ウイリーしちゃったみたいな感じですね。ここにちょっと段差あるのがあれなんですけども、本当にウイリーしちゃうぐらい速い、そういうものですね。で、なんだろう、このステアリングの動きなんですけども、こちらの方もやっぱりこちらのノーブルを使っていますので、すごくリニアに伝わってきますね。キット標準のやっぱりRTR についているプロポの方は、価格からすれば十分すぎるほどの性能はあるんですけども、やっぱり価格安いですので、このリニアなこの反応がないですよね。こう止めた時にこうやった時はそんなに速いなっていう感じはしなかったんですけども、やっぱりレスポンスが速いので、こう修正打的なこういうものはすごくやりやすいのかなという気がします。はい、で最後にですね、こちらの方、空回ししてみますよ。わかるでしょうか、この速度感、この圧倒的なパワー感が、ブラシレスモーターの魅力ですね。これはかなり楽しめるマシンだなと思いました。はい、というわけでですね、こちら、WL トイズの A979 をベースとした、マシンですね。こちらの方に、こちらが、ノーブルの受信機見えますかね。こちら結構やっぱノーブル自体ちっちゃいんですけども、受信機もすごく小さいものがついていて、あとはこちらが、ブラシレスモーターの、アンプとブラシレスモーターですね。ちょっとメーカーは聞き忘れちゃったんですけど、確かホビーウィングさんのものだったようなことを聞いた記憶がします。はい、あとこちらサーボの方も交換してるそうですね。はい、というものになっています。それでこちら走らせた時に、発熱がなんかものすごかったということで、その、熱を解消するためにこちらの方、ファンですね、クーリングファンの方も装着したという話でした。はい、それでこちらなんですけども、オプションのアルミのオイルダンパーですね、こちらオプションのものになるんですけども、こちらつけたそうなんですけども、これがすごく硬いんですよね。
はい、ちょっと画像だと伝わりにくいんですけども、結構力を入れて押さないと入らないんです、沈まないんですよ。例えば全然沈まない、全然沈まないですよね。こちら僕が買ったものは分かりますかね、こうスッとこうちゃんとサスペンションがしっかり効いてる感じがします。はい、なのでこの車に関してはそのサスペンションはちょっと今どうしようかなっていうふうに悩んでるということを伺いました。はい、で見ていただくとこちら2台のボディの大きさがこれだけ違いますので、同じ18分の1というふうには歌っていますけれども、かなり大きさの方には差があるのかなということで、メカを乗せる余裕を考えるとこちらの WL トイズさんの A979 は、すごく、いいのかなっていう気もしますし、僕が買ったこちらの HBX の方のマシンはそのとにかくコンパクトなので、こっちだとちょっと M シャーシを一回りコンパクトしたぐらい、小さくしたぐらいのもので、あまりコンパクトな感じがちょっとしない部分もあるんですけども、こちらの方は本当にコンパクトな感じで、大きいラジコンとミニツバギーのちょうど中間ぐらいの感じになるので、カテゴリーとしてはこっちの大きさはかなり僕はいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、でこちらの方はこちらの方で、メカが本当にブラシレスのモーターつけたらあんなに速いと思わなかったんでちょっとびっくりするぐらいの速さでしたね。はい、サーキットとかで、テスト走行じゃないですけど走らせると見た人がやっぱりみんな何これって言ってどぎもを抜かれるというようなことをやっぱり聞いていたので、はい、できればですね今度機会があればそういうサーキットの方でも、試しに走ってみたいなというふうに思いました。はい、そして僕の方のも、ちょっと乗るかどうか分かんないですけども、ブラシレスモーターと、ノーブルのメカ関係ですね、ちょっと搭載をして、操作性を上げたいなというふうに思いました。はい、というわけで今回はですねこちらのアマゾンで売ってる、激安ラジコン、こちらの方に、ブラシレスモーターをつけたりノーブルのメカ関係をつけたらどうなるかという形で走ってみました。結論から言うとびっくりするぐらいの速度で走れることができましたので、今後ですねこちらの方、また何かの機会があったら走らせてみたいと思います。はい、というわけで今回は、こちらの紹介でした。